無印良品週間が始まったということで、最近購入して良かったものを今日はご紹介したいと思います。全部で12点。最近ちょっと無印の動画続いてしまっているんですけれども、先日も購入してきて、この購入した中でも良かったものをご紹介します。まずですね、収納系からいくと、こちらのボックス、こちらもともとコスメを入れるのに使おうかなと思って購入したものではあったんですけど、今はこんな感じで香水を入れる収納にしてみています。すごくこれが私のお気に入りの使い方になりました。なんか香水って箱の中にしまってしまいたくはないんだけど、なんか一つのブランドじゃなくていろんなブランドのものを買うと、ちょっとパッケージがいろいろで、なんかそれぞれ好きだから見せておきたいけど、インテリアとしてノイズが多いなっていう風に感じていて、ここに収めてみたところ、なんかボトルの下半身がボックスの中に収まることによって、すごく統一感が出るようになって、中を覗けば全部見えるんだけど、パッと見の雰囲気がすごくまとまって良かったです。で、最近我が家のインテリアは少し和の雰囲気を取り入れながらやってるんで、そういった意味でもこのなんか木の素材感が少しこうぬくもりを出すけど、ぬくもりすぎない感じで程よくて気に入っています。こちらに無印の棚があって、これもとっても好きなのでおすすめなんですけど、ステンレスの棚の上に木の収納を置いてみてるんですけど、なんか冷たさとぬくもりのハーモニーがすごく好きで、あと今ここに置いてあるんですけれども、追加で同じ素材感のこのボックスの蓋を購入してきたんですよ。で、これさっきのボックスより大きいサイズのボックスの用の蓋なんですけど、この蓋がまたちょっとお盆みたいな感じで使えて、今お香を炊くゾーンをここにお香立て乗せて、お香を乗せてみたいな感じでやってみてます。ちょっとこういうトレイのようなものに乗せてカテゴリー分けすると、洗練された少しまとまった雰囲気が出て、かつこれもちょっと和の要素の取り入れみたいな感じで我が家では使ってるんですけど、すごく好きでした。棚の上がちょっとごちゃごちゃするなとか、ちょっとグルーピングしたいなみたいな時に、この蓋がうまく活用できるんじゃないかなと思ってます。とってもおすすめです。そしてちょっとここ最近スキンケア系を改めて購入してみて、数日間使ってすごく良かったなと思うものをご紹介すると、まずこの私が買ったのは小さいサイズなんですが、薬用リンクルブライトオールインワンクリーム。定期的に私無印のスキンケアライン何か使いたくなるんですけど、今まで使った中でも結構好きでした。基本的にスキンケアって、肌にとって何がいいかを考えると、保湿がもう必要最低限必要なもの、それに美容成分だったりとかちょっと入ってるといいよねみたいな感じはあると思うんですけど、基本的には肌ってこう内側から作られていくものだから、こういっぱい塗り重ねるようなことは特にしたくないけど、スキンケアの時間自体が好きだから、なんかその癒されるものを使いたいなっていうのは常にあって、で無印だと特にオールインワンが気になっていつも買うんですけど、今まで使ったところでいくと、まずこのエイジングケアオールインワンクリーム、こちらは、米ぬか発酵液と11種類の植物エキス、ビタミン C 誘導体、レチノール誘導体が入っているもの、結構しっかりその保湿だけじゃない成分も入ってて頼もしいなと思ったんですが、これねすごい使用感も好きだったんだけど、レチノールが入ってるからか、初めのうちちょっと皮むけをしたりだとか、保湿力が足りない感覚がするような時があったりとか、ちょっとピリッとするような時があったりとかって感じで、私には少し強いかもしれないと思ったんですよね。使い続けていくうちに気にならなくなってはきたんですけど、
なんかこうすごいいいってとこまではいかなかったけど、香りはすごく好きだったんですよ。でその後に購入してみたのが敏感肌用オールインワンジェル。これはもう本当に保湿成分が主に入ってるんじゃないかな、余計なものが本当に入ってない感じのもの、特に刺激を感じるってこともないけど、可もなく不可もなくって感じ。香りもついてないし、なんかやっぱり私スキンケアに少し癒しを求めてたので、もうちょっとなんか癒しが欲しかった。そして先日購入したのがこの新しく新作で出ていた薬用リンクルブライトのオールインワンクリームなんですけど、これはまず香りがこのエイジングケアの方のオールインワンクリームにすごく似ていて、なんかちょっと柑橘ヨーグルトみたいな感じの香りがしてすごく好きだったのと、こっちはね成分ナイアシンアミドが入ってるのかな、でレチノールとかそういうのが入ってないから皮むきをする感じもしないし、すごい保湿感があって、これを夜塗っただけでちゃんと次の日までしっかり保湿されてたし、朝の保湿剤で使ってもメイクとの相性も良かったし、1日乾燥しなかったっていうことで、すごく私にとっては合っていたオールインワンでした。癒されるし、なのでこれがなくなったら大きいサイズ買おうかなと思ってます。そしてクレンジングも無印で、私これ多分初めて買ったんじゃないかなと思うんですけど、マイルドオイルクレンジング、昔からあったものだと思うんですけど、なんか最近オイルクレンジングでもすごい植物由来のっていう感じのものを使ったりとか、そんなに洗浄力が強すぎないものを使ってて、目とかはポイントメイクアップリムーバーで取るみたいなことをしてたんですけど、一本で綺麗に落ちて、かつそんなに乾燥しないものないかなと思って一回これ試してみたんですよね、そしたらすごく良かった。そんなにこすりすぎることなく、ウォータープルーフかな、私の今のマスカラ、メイビリのマスカラ使ってるんですけど、そういうマスカラも落としてくれるし、だけど洗い流した後に乾燥をする感じもないし、なんかこの変なオイル残りみたいなものもなくって、あ、なんで使ってなかったんだろう今までと思って、あのマイルドジェルクレンジングの方はよく使ってたんですけど、なぜかこのオイルは なんか強すぎるかなと思ったりして避けてたとこがあったんだけど、全然そんなことなくって、とっても使いやすいオイルでした。これからこれで全然いいなと思ってます。すごくお気に入り。こちらも初めて購入したんですけど、敏感肌用うるおいボディーソープ。私顔よりもボディの方が乾燥しやすいタイプでして、長い時間湯船に入ってるとそれだけでなんかボディの皮膚が乾燥する感覚があって、それでさらにボディーソープでしっかり洗いすぎると本当に痒くなっちゃうんですよね。っていう中でこのボディーソープどうかなと思ったんですけど、すごい泡立つんだけど洗い流した時に突っ張る感じがない、ヌルヌルする感じもないんだけど、突っ張りすぎなくて程よかった。なんか泡立ちが悪いボディーソープもちょっと使いづらいなと思ったりするから、そこら辺もすごく良かった。でこれ香りが意外となんか好き嫌い分かれるレビューを見ました。私にとっては全くそういう、なんだろう、個性的な香りっていう感じではしなくて、なんかおそらくそんなこう人工的な特殊な香料を入れてるとは思わないので、どちらかというとアロマオイル系の香りがして癒されるなと思いました。多分これがあんまり馴染みがない方とか、ちょっと嫌いって思う方はあんまりこういう香りに慣れてないだけなんじゃないかなと思ったりする。アロマオイルの香りだったりとか、香りってなんか書きなじみがある、通常的に嗅いでいるものがなじみがあって、あの好きっていう気持ちになりやすいと思うから、なんか日頃あのボディーソープっていう感じのサボンっぽい雰囲気の香りに嗅ぎなじみがあると違和感があるのかも。私にとっては逆にこっちの方がナチュラルで好きでした。であと敏感肌用うるおいボディミルク、こちらも初めて購入してみたんですが、これも良かった。その私のボディが乾燥する問題がすごい解消される気がして、こういうミルク系って保湿感が足りないものが多いんですよ。私にとってもっとクリームみたいに濃厚じゃないとダメみたいな感じだったんですけど、これはなんかすごいサラッとしてて伸びもいいし、
塗った直後の潤いがしばらく続いてて、なんか次の日になってもしっとりしてるような感覚があって、潤い力もあった。香料が入ってないから本当に何の香りもしなくて、だからこそ負荷がないというか、こてった体にボディクリーム塗った時にちょっとチリチリピリピリ痒みとかが出やすいんですけど、私そういうのが一切なかった。すごく好き。あのボディクリームって本当に私体に合わないことが多いので、珍しいぐらいすごく好きなミルクでした。でここまで塗りやすくて伸びが良くて保湿力があるのってあんまりないからありがたかったです。そしてあとですね、改めて衣類用洗剤と柔軟剤を無印で購入してみました。なんかこういう生活で必要なもの系、ちょっと無印で揃えてみるのどうかなと思ったりしていて、特別すごいこだわりたい部分でもないけど使っていて心地いいブランドではありたいっていう時にすごく無印がいいんじゃないかなと思って試しに両方購入してみました。衣類用洗剤の方はこれ濃縮タイプだからちょっとでいいものですね。まあ、使用する界面活性剤を植物由来にしましたって書いてあるんですけど、問題なく使えてます。そしてこっちの柔軟剤も香りがないものとこのグリーンの香りっていうものがあって、なんか香り付きのもので無印のものってどんな香りするんだろうって気になって香りありを選んでみました。そしたらすごく好きな香りだった。なんかすごく爽やかなシトラスグリーンって感じかな。なんだろうな、嫌味のない本当にスキッとしたグリーンの清潔感のある香りで、そんなにすごいこうきつい化学的な感じの香りでもなければ癖もないみたいな感じで、あ、これいいじゃんって思っちゃいましたね。これも界面活性剤を植物由来にしましたっていうことと、抗菌防臭成分が繊維の一本一本にまで広がり匂いの発生を抑えますとか書いてあって、まあ、機能もある。でパッケージも、まあ、すっきりするかなと思って、いろいろ今までドラッグストアで買ってみたりアイハーブで買ってみたりしてたんですけど、一旦ちょっとこれに揃えてみるとインテリアとしてすっきりしていいなと思っています。なかなか柔軟剤の香りもあー好きっていうものに出会えないから、だったらこれぐらいシンプルで癖がないけど爽やかすっきりする香りのものがむしろいいって思った無印ので、そしたらここからは最近購入したものというよりちょっと前に購入してこれ良かったよっていうものをご紹介したいんですけど、こちらのインテリアフレグランス黒文字の香り、これ期間限定品なんですね。やっぱりちょっとなくなっちゃったら困るんですけどって思ってますが、ちょっとどれぐらい前に購入したかな、お手洗いに置いてるんですけど、まあ、入るたびにこの黒文字の複雑な香り、ちょっとすっきりとしたウッディな雰囲気の香りがして癒されるんですよね。想像以上にちゃんと香るなと思ったし、なんか前すごくすぐなくなっちゃう印象があったんですけど、この無印のやつまだ半分ぐらいあるので、なんか香り飛びも早すぎずすごくお気に入りで使ってます。まだ今販売されているうちにちょっともう一個買っとこうかなと思うぐらいナチュラルで好き。こういうお手洗いとかに置いておく香り物って結構なんだろう、きつい香りとか化学的な香りとかのものが多くて、かといってなんかすごい甘い香りとかお部屋だと良くてもお手洗いだと嫌みたいな香りもすごく多い中で、この黒文字はどこに置いてもマッチする香りですね。お部屋でもいいし、なんか深呼吸したくなるようなすっごい爽やかなすっきりとスッとした香りでとても良かった。で、あとですね、こちらのバッグ、これはよく使ってます。本当に買って良かったもので、動画でご紹介したの細長い方とこの横長の方とあったと思うんですけど、特に使っているのはこの横長の方。やっぱりこのサイズ感だとなんか全てのものが入るんですよね。スマホも入るしお財布も入るし、なんかその他ハンカチだったりティッシュだったり、なんか必要なもの大体入る。でこっちのちっちゃい方に鍵入れたり、お薬入れてみたりとか、なんか
小物をちょっと分けておくのにこれがすごくいいし、このバッグの中もすごいポケットが充実していて、以前ご紹介してるんですけど、ファスナーのないポケットとファスナーがあるポケットとさらに小さいポケット2つみたいな感じで、いろんなねものをきれいに収納できるから、中にポーチとかを入れる必要もなくって、サクッとそこまで行く時とかのバッグにすごく良かったんですよ。で、この小さいやつがポイントです。この小さいやつがあるとないのとでなんかおしゃれさが変わってくるから、これ私つけるのがすごく好き。常につけて何も入れてなくてもつけたいぐらい、なんかどんなお洋服着てても合うし、お洋服のポイントになってくれるから、なんかバッグっていうよりちょっとファッションの一部みたいな、アクセサリーみたいな雰囲気でつけてもいいぐらい、ちょっと締めてくれるんですよね、このマットな黒が。だいたいこういうのをここから下げるとカジュアルになったり、なんだろう、安っぽく見えたり、そのファッションがすることが私は多いんですけど、なんかこれはつけることでそのファッションがちょっといい雰囲気に見えることが多くて、この黒マットがここに来ることですごい良かった。デニムとかそういうカジュアルなスタイルに合うし、シャツみたいなもの着てても合うし、スウェットでも合うし、何でも合うしって感じで、もうこれ買った当初もうこればっかり使ってるぐらい、バッグいるって途中で思ったりしたぐらいお気に入りでした。ただなんか急いでる時にガッてこう爪で引っかいちゃう時があって、そのなんか若干でもあんまりわかんないですね、爪の跡がチュッてついちゃったりとかしたんですけど、なんか革だったらすごくこう削れちゃったりしたらショックだけど、まあすごい傷んできたら買い替えればいいかっていう風にも思えるぐらいの価格帯で、でなんか信じられないぐらい軽いから、このストレスフリーな感じになれちゃうとバッグを持つってことにちょっと抵抗があったりだとか、あと雨の日とかも濡れても全然大丈夫だし、これ一番長くして私使ってるんですけど、ベルト結構長さがあるから、こういうなんか袖が妙に大きいお洋服とかの時にも斜め掛けしても邪魔にならないぐらいの長さ感があって、ここら辺にこのちょっと複雑さが出てくれるからポイントになってすごくいいんですよね。このね、絶対小さいのがポイントで、意外とこんな小さいの使えなくないって思うんですけど、結構使う。とにかくこちらはお気に入りになりました。で、他の色も欲しくなるかなとも思ったんですけど、やっぱり黒が私はすごく好きで、マットな黒、これがすごいコーディネートを締めてくれることが多いし、なんか黒が合うファッションを着ることが多いから、こちらをどん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 使っていきたいと思ってます、この秋冬で。あとは先日ご紹介したこのムジラボのカシミヤコンのインナーですね、今着用してるんですけど、黒いもの、特に黒がやっぱり私はよく着るんですけど、これがすごく着心地が良くてあったかくてお気に入り。なんかね、何回か洗ってるんですけど、洗うとちょっとこういう感じの、なんかちょっとシワシワみたいな感じに なりました。私普通に洗濯機でネットには入れてるんですけど、ガサガサ洗っちゃってるから、なんかこんな乱暴な洗い方はしない方がいいと思うんですけど、でもこのなんかシワシワっとなった感じも可愛いんですよ、私的には。ちょっと柔らかい雰囲気が出て、で大体インナーできるので、この表面感がそんなに見えることはないし、ちょっとなんかこのゆるゆるっとした感じが逆に表現されて可愛いんじゃないかぐらいまであります。でこの首周りのこの締め付けのなさとか、体周りの締め付けのなさと、やっぱり着心地、この柔らかい肌当たりの良さとあったかさがもうたまらない。もう一枚黒を買っておきたいって思ってるぐらいとってもお気に入りです。なんかインナーって見えない部分だから、なんかあったかければいいようで、やっぱ一番肌に当たる部分だから気になるものなんですよね、自分の中で。肌当たりは柔らかくて結構自分の中で満足感のあるインナーの方がいいなと思ってるんだけど、だけどイ
インナーって結構消耗する、毎回洗うからこそそんなに高すぎるものも躊躇するっていう中での、このムジラボの質の良さとこの価格帯がすごい自分にとってはなんかちょうどいいラインだなって思いました。とにかく着心地が良くて癒されるのでおすすめです。あとはちょっとこれは去年買ってるものなんですけど、めちゃくちゃ気持ちよくておすすめなのが着る毛布みたいな商品、今年も出ていたのでちょっとご紹介します。これ上下セットで、もう下は履き始めてるんですけど、こんな感じのもっこもこの生地のルームウェアみたいなやつなんですけど、これが本当にあったかいのと気持ちいいのとで、もう常に履いてた去年の冬で、今年ももうちょっと寒い時とかに履き始めたら、やっぱりすごくあったかくってですね、この、 あのパンツ履いてれば暖房しなくてもあったかくなるぐらいあったかい、とっても気持ちよくて大好き。私は XL サイズ使ってるんですけど、今2セット持っていて、洗い替えで去年のものそのまま引き続き今年も使えるから使おうかなと思ってるんですけれども、今年もいろんな色が出ていたので、わあ素敵なカラーがあるなと思って気になっちゃいました。上の羽織もうめちゃくちゃあったかいんですけど、あれずっと着てると肩が凝るぐらいちょっと重みがあります。だけどあれに勝るあったかさなくないってぐらいあったかい、なので本当に毛布の生地なんですよね。ジラピケみたいな、あのもうちょっとこう目が粗いようなモケモケのものも今年無印から出ていて、あれもすごく気になったんだけど、あれはもう少し軽やかに肩凝らずに着れそう、でも風は通しそうみたいな感じで、こっちは本当に風とかも通さない、めちゃくちゃあったかいから、特にこの下のズボンさえ履いておけば上意外と薄着でもあったかかったりする、とってもこの着る毛布寒がりさんにはおすすめです。これがあるだけで家の中の安心感が全然違う。であと最後1点、これはもう今年また買おうと思ってるもので、昨年も使い倒したものなんですけど、この靴下、これも出てたから買えばよかったのに、去年のものまだあるかなと思って買わなかったんだけど、なかった。去年は去年で処分したみたいなので、今年も2足買おうかなと思ってます。これもすっごいあったかくて、お風呂上がりに履いといて、そうするともう足が冷えないんですよね、朝まで。すごいあったかさを保ってくれる。だけどなんか靴下みたいに締め付けが一切ないから、なんか周りにこう毛布を少し巻いてるみたいな感じで履けるのがすごく良くて、毎日欠かさず履いていまして、去年とてもお気に入りだったから、で洗い替え用に2足今年も買いたいと思ってます。とってもおすすめです。はい、ということでこんな感じで無印良品最近のおすすめ品、お気に入り品ご紹介してみました。ちょっと皆さんの無印のおすすめもあったらぜひ教えてください。これから11月頭まで無印良品週間あると思うので、ちょっと私もそこで購入したいと思います。ぜひこれはとってもおすすめですがあったら教えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。